ジュニアさん編です、はい、うん、まだ何にもないんです。え、今なんかこう2週まではまあ行ってないですけど、はいはいはい、見ました、はい、ざーっとまだピンときてないあ、買わずの可能性もじゃあ出てきてるんです ね、 ね、でちょっと時間的なもんもあるんで、はい、ちょっと行きましょうか。ちょっと急ぎましょう。そうなんですよ、あのね、初夏の時間が、そう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 、ここはないなぁ、ステーショナリー。でもまあ、ああいうね、ペンとかっていいんじゃないですか、ペン買っても。ペン別にな、うん、試し書きとかね、できるみたいですから僕は死にません、僕は無駄死にしませんって書いてある死ぬのは死ぬから僕は無駄死にはせんけど、うん、のんちゃんなんかな俺払うし、こんなお世話あかんしむちゃくちゃやん、こんなん言うねん、それ平等やみんなこんなんせなあかん、こんなんって言うねんこんなんしたくてここおんねんあ、手帳持ってはるイメージもないですし、ちょっとあっち見てへんから奥見てみる、ライト分からんけど、うん、あ、小籔、はい、これ買わんでええの、あー、ゲーマーなんていうんですか、あのこれあります、ある、大阪の家もあるし、東京の家は違うチェアを使ってます。そうなん、はい、前だってね、スタッフにあげましたから。そうやんな、そうそうそう、ここは俺ごめん、え、ないわ、ガレージにいらないですか、これガレージにピカピカ、うん、これこんなんいろんな色でバイク照らしてどうですか、あ、いいじゃないですか、アメリカの喫茶店みたいな、あ、ジュークボックス置いて、ジュークボックス置いて、いいんちゃいますこれ、いいと思いますけどね、ちょっとちゃう、ちょっとやめとくわ、今回は合うと思いますけどね、あ、そう、早いうちに買うやつ決めな、岩尾戻ってきたらちょっと買いにくくなりますよ、え、岩尾のゲーム、あれ見てますよ、うわ、振り返れば奴がいる、あれだだから次も別に岩尾って決まったわけじゃないのよいや、なんか勝つ気せえへんねん無駄死にしてるもんな無駄払い、無駄死によキッチンはだってそれこそね、キャンプはせやねんな、やり始めますけど、なんかアウトドアも下にはありましたね、アウトドアあったよな、あー、コーヒーね、コーヒーお好きですから、まあでもな、これいらないです、これそう、俺ブラックやからな、あ、そうなんや、これ家やったらな、そうですね、いや、ほんまに選ぶことが苦痛になってきたら買わなくていいですか、いや、なあ、ほんまにな、本末転倒ですか、そう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 、あれ、この豆いびきみたいなのがいいんですか、おしゃれてる、あ、俺も焙煎してもうてんねんな、なんかこれキャンプの時とかこれでとか引き立て、いや、キャンプって朝テント畳んだりしなあかんから時間ないねん、あ、200とかすんやったら、うん、あ、そうかそうかそうか、一泊開けての朝は行けるけど、あ、そうか、まあ、こんなんは確実に、あ、炭酸水メーカーね、誰かにっていうのあるよな、うん、あ、はい、プレゼント、なんか、あ、確かに、おうち時間が多いやろうから渡部君にとかまあみんなのおうち時間とはまたちゃうんですけどね多分持ってると思いますし、やってましたからそう、 CM、あのお風呂洗うあの靴を熊田正史にプレゼントする履いてるけどここもだってこういう感じだもんな、はい、あの爪切りもええのはほんまいいですけどね、うん、ちょっと値段高いやつ、これこれやわ、あ、僕もそれです、
百均みたいなの使ってるから買おうか。全然ちゃうで。あ、そう。いや、これまた欲しいもん増えてくるな。え、いや、買っとこかいうもんがありますよね、見てたら。欲しいものがあるって、でもある種幸せだよね。そうですね。カバンな、俺あのカメラ入れるカバン欲しかったんけど買ったよな。カメラっていうのは どのタイプか。いや、あの GoPro で、はい、いろいろそのハンドルにつけるとか、あ、フロントガラスにつけるとか、いろんなギアをまとめて入れとくやつって、なんか俺買ったよな。その YouTube で使うようなと。そうあ、ラジカセ。あ、当時のね。ね。そう。テープもある。テープ持ってんね。すごい、渋谷期待とか。あのさ、カセットテープの入れるあのラークのケース。懐かしい。あ、そんな知らんの。このやったわ。T シャツどうですか。まさにキャンプですよ。キャンプやね。あ、メスティンね。メスティンめっちゃ流行ってるんですよ。何それ。流行ってるな。こうなんか四角の単語みたいなので、うん、はい、まあ、これでこれあれやもう何でも作れる。なるほどなるほど。鍋もいけるしみたいな。はい。あ、マジで俺ないかも。結局工具になってないな。いやあれ、ここにもノギスあるで、後藤。後藤？ノギスあるって。じゃあノギスといえばでもないもん。デジタルノギス。な、ケース入りのええやつよ。何と何の間測んの。ドリルな。え、ドリル。いや、インパクトは持ってんね、うん。はい。ドリルを買おうかどうかずっと迷ってんねん。へ、うん、でも何発かやろ、ガレージに穴開けるとしても、はい、そうやったら知り合いに借りてもええやんな。そう、ね、まあ持ってる人はいるでしょうしね。何やってやねん。いや、でもあったらまたちょっとした時に使いますよ。でもほんまに俺は普通にここにフラッと来て、じゃあこれ買うかって言ったら、うん、ロケやから買うとかじゃないですからね。そう、うん、昔買ってる感じやね。無駄死にしたないな。川さんをやって、ちょっとえ、ドリルせんのかい。ドリルせんのかいな、それ。いや、すんのかい。ドリルすんのかい。そのドリルで言うてるやつ初めて見た。いや、俺ガレージに冷蔵庫があって、はい、それをちょっと色塗ろうかなと思ってるんだよ。それはそれでまだちゃんとやりたいからな。やっぱドリルやな。ドリルすんのかい。はい、ドリル。いや、無理しなくていいですよ。今回の、はい、おかげじゃんけん、はい、フィニッシュ。え、おーしゃ。買わないという大人げ。無理して買わない。そうですね、うん、ちょっとなんかこうピントが合わなかったですね、今回は。うん、おー、じゃあ、ジュニアさんは、今日は買わずと。すいません。はい、はい、じゃあとりあえず財源だけやっときます。やっとく。はい、何の、もしも俺がドリルを買ってたとしたら、はい、それは誰やったのか。はい、最初はグーじゃんけん。はい、最初はグー。最初もう負けに行くやん。チャンネル登録お願いします。ドリルせんのかい。ドリルせんのかいな、それ。いや、すんのかい。ドリルすんのかい。